うございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は京都府京都市臨済宗妙心寺派大蔵院松山大光さんをゲストに迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も松山大光さんとおしゃべりをしていきます。はい、そうですね、今日はお寺とかその仏教っていう枠を出ていく、はい、うん、あのことを一生懸命やっているお坊さん対談っていう感じではい、はい、やってみますかね、はいはい、そうそう、なんだろうな、まあ確かにこういろんなとこに出ていくと、何ですかね、その一見なんか、まあ楽しそうっていうか、あのいやそのね、よく言われるのが、こっちはもうね、檀家寺を預かってもう日々もう法事に葬式に明け暮れていて、まあいいご身分ですなじゃないですけど、はいはい、別に何の身分もなく、なんかあってやってるわけじゃないんだけど、まあ言われがちだったりもするところも、はいはい、私もよく言われます、ね、よく言われますよくというまあまあまあ言われますね、うん、はい、でそう、でも結構外に出てくのは出てくので大変なんだぞっていうですね、うん、話をしてみますかね、うん、いや結構ね、そのまあちょっと話、うん、飛躍しますけど、ええ、あの2014年、うん、違う、2016年にあのアッシジっていうイタリアの町で、はい、あの今のフランチェスコ教皇が主催されたその宗教者会議みたいなのがあってね、ああね、はい、ありましたね、はい、うんうん、それにあの妙心寺の当時の館長がご招待があって、で私今付き人で行ったんですけど、はい、でパネルディスカッションがあって、うん、でその後に質疑応答の時間があったんですよね。でその時に、まあ、あんま日本人質問しないけど、うん、質問してやれと思って、はい、付き人の分際にしたらさすが、あの質問したんですね、うん、でそのまあその宗教者会議っていうのは、そもそもはあのヨハネ・パウロン2世が、はい、あのその宗教者会議を開かれた30周年というのがあるんですけど、うん、でこの30年間で宗教界に何があったかと、うん、相変わらずその宗教界のいざこざなくならないと、うん、でもそれ以上にこの今この30年で深刻な問題が出ていると、うん、でそれは無関心じゃないかって言ったんですよ、うん、でもうあの神様いらない、仏様いらないと、うん、でこれはそのキリスト教だけじゃなくて仏教でもイスラム教でももうメジャーな宗教があのほとんどそういう状態 で、はい、でもういわゆるこう無神論者という方が、うん、特に若い世代で、はい、世界のマジョリティになっていると、でその世界の、ね、マジョリティの人たちがそういう状態であるにもかかわらず、こうやって宗教者が集まって会議をすることに何の意味があるんでしょうかってこう聞いたんですよ。身も蓋もないし、そうそうそうで、いや結局なんかね、その議論の内容もうちはこんなことやってますみたいな、あのなんかそういうこう、あのなんかプレゼンばっかりで、うん、結局なんかその本質的なことが迫ってないなって、うんうんうん、でこう聞いたんですよ、はい、でそしたらそのまあいろいろこうね、あのお方やったんですけど、最後にそのローマ教皇
がその、これはあのお坊さんに向けてじゃないんですけど、うんうん、あの現代を生きる神父さんに向けてお話ししたのをこう、まあ、あのお話をこうおっしゃってくださって、うん、今の神父がやらなきゃいけないことは2つあると、うん、で1つはあの教会から出なさいと、うん、で教会の中にいたらあのキリスト教が好きな人は来るし、うん、神父さんのお話を聞きたいっていう人は来るけど、そうじゃない人たちは絶対来ないと。来てもあの写真撮ってインスタに上げて終わりであると、うん、まあ、まあ、そこインスタとか言ってませんけどまあまあそうです、観光で終わりであると。で、だからまずこれ自分から出ていかなきゃいけないんだと、うん、でその2つ目やるべきことっていうのは、そういうまあ宗教に興味のない人たちと話をするときにはあの聖書の言葉は使うなっておっしゃったんですよ。でその何百年前の偉い人の話をただ単に引用しても何のリアリティもないと。そうじゃなくて自身を語れっておっしゃったんですよ。これすごいパワフルなメッセージだなと思って、うん、で結局そのもちろんお寺の住職っていうのは、まあ、住むことが仕事ですから、うん、あの檀家さんがいらっしゃって、もしくはまあ配管の方がいらっしゃって、うん、でそういう方々に、まあ、お勤めをしたり、こう、弔いをしたりするのは、まあ、これは非常に重要だと思うんですけど、もうその、今、例えば日本であったら、日本の人口の今、6割が、正規、非正規含めてサラリーマンっていう人たちなんですよね。はい、で、その、いわゆるこう、そういう、このサラリーマンという立場の人たちと宗教っていうのは、距離が異常に離れてるでしょ、今。そうですね。あの、葬式と法事、とまあ、初詣ととか、うん、それぐらいしかあの宗教に関わる時がない、うん、でも悩んでる人はもう山ほどいて、うん、でもうちょっとこういうのしてたら楽になるのになとか、あのこれやっといたらいいのになと思うこと もやもやすることたくさん私とかあって、はい、うん、なんかそのそういうこう、ね、自ら来ない人たちに向かってどう発信するかっていうと、やっぱり私たちが出なきゃいけないと思うんですよね。うん、で、うん、その昔のね、それは昔の老子とか偉いお坊さんたちの話はそれはそれでいいと思うんですけど、でもやっぱり自分の言葉で自分の体験を語って初めてその染みる話ができるというか、うん、なので、まあ、その農業教皇のこのお話っていうのは私すごく自分の中でも金言で、うん、自分から出ていく、でそれってすごい勇気がいるし、いわゆるこうあのなんていうかな、心地よくないんですよねもちろん全然違うフィールドに行くからですね、コンフォートゾーンから出ていくわけですね。すごい不安だし、うん、なんかやったこともないし手応えもわからないしっていう、うん、でもそこにやっぱりやる価値というか、あの自分の成長もあるし、うん、のでまあそこは自分の中でも重要だなというふうに考えてますよ、ね、うん、うん、そうか、ローマ教皇もポストレリジョン、そうポストレリジョンうんうん、視点で考えていらっしゃると、そうですよね、いや本当そう思います。出ていくときにそう、まあ怖い、そのコンフォートゾーンから出ていくことは、はい、みんなそれはあの怖いことだと思うんですけど、はい、でもやってみると、うん、こんな面白いこともないだろうとも思うんですけどね、うん、だって今まで、うん、知らなかったこととか、うん、なんでしょうね、まあ、コンフォートじゃないからいろんなザラザラしたものに、ツルツルじゃなくてザラザラしたものに出会うんですけど、うん、まあ、それがまたあのなんだろう、自分が生きている実感とかも、うん、あの得られたりして、どんどん本当に、お坊さんこそこそそういうザラザラに身を投じて、それこそこう修行だとも思うし、うん、出たらいいんじゃないかなと思うんですけどね。でその出ていく時ってあの
まあ、よく修行、まあ、本山とか専門道場での修行っていうのは一つ型があって、はい、まあ、それはそれとして身につけるんだけど、そこから出てからが本番であると言った時に、そう出ていくと何の型もないわけですよね、はい、うん、そう何も決まってないし、で自分で、そこをどう泳いでいくのか考えなきゃいけなくて、その時って大光さんは何だろう、どういう、泳ぎ方、なんか自分なりの、コツとかあるんですか？やっぱりね、そう出ていくっていうのも、なんていうんでしょう、自分から出ていきたいですとか、出ていきますって言って出ていけるもんじゃないと思うんですよ。うん、確かに。うん、で、私もほとんどね、そうやって、機会いただいたのは、頼まれ仕事ですよ。うん。やってもらえませんかって言って。で、ここ、自分のことは自分が一番よく知ってるという人いますけど、私あれ嘘やなと思ってて、うん、人の方が自分のことをよく見てくれていて、うん、会えちゃったら何とかするんじゃないかとか、はい、やってくれんじゃないかみたいな、そういうのを思ってこうお願いしていただいてるので、うん、そういうこう周りの人からのお願いは、例えばこう今までやったことがありませんからとか、自分にはちょっとハードルが高いなっていう理由では断らないようにしてるんですよ、ね、でそうすると、まあ、じゃあどういう思いで私にこのご依頼いただいたんですかとか、はい、どんなことを期待されてますかみたいなのをちょっとこう、まあ、聞いて、うん、それをもとに、まあ、自分の経験とか、うん、やってきたことを加えながらお話をするとか実行するとか、まあ、そういう意味ですかね。そうか、うん、それ大事ですね、確かに、うん、いや自分からはいはいって手を挙げて、どんどん進んでいって、時にできないことにも手を挙げて大変なことになるみたいな人も、中にはいますけど、はいはいはい、どっちかっていうとそうですね、これすごい話じゃん、やったらいいじゃんっていうふうにこう旗から見て思うんだけど、いやそれもう私には到底無理ですって言って、こう引っ込めちゃう人とか、うん、断っちゃう人とか、はい、時々やっぱり見かけてもったいないなって思うんですよね。それってやっぱ声をかけてくれた時点で、何らかの縁だし、その人なりにやっぱね、その良かれと思って声をかけていて、そこにはやっぱりその人なりのこう理由というか、ね、そう確信もあるんでしょうから、だからそう自分じゃなくて、自分ではいや無理かもって思うようなことでも、その人のこと、声をかけてくれた人のことを信頼してあえて乗ってみる、でやれることを精一杯やってみるっていうのは大事ですね。確かに。で、もう一つポイントはですね、仮に万が一失敗したとしても、頼んだやつが悪いと思ってるんですよ、私。はいはいはい、うん。じゃあ頼むなよって思ってるので。でもそうするとなんかね、もう、力が抜けて、100点は取れないかもしれないけど、80点とか85点ぐらいは取れるような気がするんですよね。そうですよね。うん、だから、頼んだ時点で、一応頼んでくれたことに精一杯応えようとしたと、それ応えられないことを求められても、それは頼んだ方が悪いんだからっていう話ですよね。でもね、なんかやっぱそういうのの、いわゆるその今風に言えば、それがセレンディピティじゃないかと私は思っていて、人生の醍醐味ってそこだと思うんですよね。なんかこう想像しなかった幸運なる出会いというのは、やっぱりその人との出会いから始まるし、それこそ私コロナの直前、3月1日にサンフランシスコ市が緊急事態宣言出したんですけど、その日にシリコンバレーから帰ってきたんですけどね。で今回はそのシリコンバレーともう一つインディアナっていうところに行ったんですよ。はい、インディアナっていわゆる中西部っていう
真っ赤っかのエリアで、はい、あのトランプエリアで、ね、そうトランプエリアで、うん、で今までアメリカ何回も行ってるけど大体青いとこしか行ったことなかったんですよ。あ、はい、そんな赤いところからに用事もなければ呼ばれたこともなかったんですけど、うん、今回インディアナ州日本協会ってところが、うん、あの話をしてほしいっていう依頼があって、へえ、これはそんなこともなかったら行かないなと思って、うん、でまあ行ったんですよね。で、まあ、日本協会でもやったんですけど、まあ、他にもこうあの話をあのしてほしいって言われて、はいはい、あのちょっと暗記したんですか。そう、うん、バリバリ の, あのキリスト教保守派のやってる大学 で, あで内陸の方とかね、そう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 、なかなかきつそうですよね。そうなんですよ、うん、でそこの大学で話をしてほしいって言われて、うん、でもう、2時間、うん、まあ、話90分で質疑応答30分で、で私が出したタイトルは、うん、キリスト教と私っていうあの、はい、タイトルでやったんですけど、はい、そんなね、あのバリバリのキリスト教のところのど真ん中で、しかもキリスト教がやってる大学で、はい、日本から来た坊さんがキリスト教と私っていう話で何人聞きに来るんやろって思ったら、うん、あのしかも夜7時ぐらいからやったんですよ、うん、ましたら200人超えやったんですよ。すごい。来た人が、うん。で、なんかすごいね、あの、なんちゅうんかな、あの、まさに、あの、行く前はアンカンファタブルだったんですけど、うん、行ってみたら、すごいその、宗教に熱心な人って他の宗教にもこう、すごい興味が持っていて、うん、で、なんていうか、質問も1時間ぐらい、うん、いろんな質問が出ましたし、本当にこうだから行ってよかったなというか、うん、その中西部って昔私人生初めてアメリカ行ったのはアラスカに一人旅したんですけど15歳の頃で、その時のアメリカのイメージだったんですよ。で今はなんかこう間あの外資系に勤めてる友人と喋っててアメリカ人がアメリカンジョークを言わなくなったみたいな、そういう話題になったんですよ。要はあの ポリコレポリティカルコレクトネスを気にしすぎて、あのジョークすら言えないみたいな、そういう人がすごい増えてるっていう、はい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 、で、私もそれなんとなくそう感じていて、でそのみんなあの青いエリアの人ってすごいスマートだしインターナショナルだけど、うん、なんかちょっとこう人情味がなくなってんなっていう気がすごいしてたんですけど、インディアナとかってもうあの空港着いた瞬間からあのタクシーのうんちゃんとかがもうすっごいこうくだらないあのアメリカンジョーク誰も聞いてないのにいろんなこうあの案内とかしてくれたりとか、あ昔のアメリカってこんなんやったよなみたいな、あなんかこうなんて言うんでしょうね、あのまあ、分かりやすいのは好きなんでしょうね、あのエリアの人って、うん。だからこ う、ね、あの、トランプみたいな人は好きなんでしょうけど、うん、なんかこう、行ってみないと分からないことが、たくさんあって、それはやっぱり、自分から出ていかないと、その、いくらメディアで情報を得ても、ネットで検索しても、なかなかこう、リアリティとしては、うん、難しいなという気はしましたね、うん、メディアだけ見てるとね、内陸の方ってなんか熱狂的な、ね、トランプ信者とこうバイオレンスとみたいなのはありますけど、そうじゃなくて結構陽気だったっていう、ね、全然そんなことなかったですね、うん、はい、ただもう、あの、もうまさにご飯はこんなでかいあの、うん、ポテトとこんなステーキとみたいな、はい、まさにあのこれぞアメリカみたいなあれでしたけど、うん、なんかあのすごい懐かしい感じがしましたね、うん、全部が分かりやすい、そうそう全部が分かりやすいっていういやそっか、行ってみたいな内陸の方も、うん、いや、やっぱその自分から出ていくという、うん、ことはそこにやっぱりね、その日本から来たお坊さんの話を求めてる人がインディアナに200人以上もいたっていう、うん、それは行かないとわからないですよね、うん、ですね、うん、面白い。じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。